太鼓をね手作りで作るっていうこと自体がねサプライズだったんですね。びっくりしました。あ、こういうことできるのかなと。それで僕たちもその高い太鼓を買わなくても自分たちでもこのワインの樽を使って作れればいいなという感じをそのロサンゼルスの人たちからね僕は勉強しましたね。それを見るまではやっぱりそういうことができること自体が頭になかったです。